オリバー・ベース・ピは、スイスの作曲家。1971年に、チューリッヒで生まれる。トロンボンとギターの演奏から音楽に触れ、作曲を始める。チューリッヒ音楽院で作曲と指揮を学び、ロンドンの王立音楽アカデミーでも学ぶ。ジェラルド・ベネットや、アンドレアス・スニック、ピーター・マックスウェル・デイビスなどに支持し、シルビア・カドゥフ、クラウス・フーバー。 アルフレッド・リードのマスター・クラスに参加した。1999年のコルチャーの国際吹奏楽作曲コンクール第2位、2003年にジョルジェ・エネスク国際作曲コンクール入賞、2013年にアウディビメディアのクテでウィリアム・レベリ作曲コンテスト受賞。還元楽や合唱、室内楽など様々な編成に作品を書いているが、特に吹奏楽やブラスバンドの分野で知られ、 世界各国で作品が演奏されている。スイスのベルン芸術大学で教育にもあたる。フーイズ・オリバーは SP、パリ・ブラス・バンド、2019年6月30日、閲覧。2011ヨーロピアン・ブラス・バンド・チャンピオンシップス、ザ・コンポーザーズ・ヨン・バースレスト、2019年6月30日、閲覧。ありがとうございます。